マルトレーバース男爵は、イギリスの古い男爵、貴族、イングランド貴族爵位、女系継承を経て、アランデル伯爵、ついでのウォーク公爵の従属爵位となっている。また、公爵家の男子の着孫が名乗る、儀礼称号として現在までその名を止めている。11代男爵トマス・ハワード彼の第2、男爵位が伯爵位に付属することが決まった。ジョン・マルトレーバースは、 国王エドワード2世及びエドワード3世に仕えた帝身である。彼は1330年に王族初代ケント白書家の是非に関する調査委員に任命されたが、その年の6月5日にマルトレーバース男爵として議会招集を受けた。初代男爵が1364年に亡くなると、創生した彼の長男ジョンの二人の娘ジョアンとエレノアの間で優劣がつかず、 爵位は停止した。その後、ジョアンが子供のないまま死去すると、エレノアが継承者に確定して1383年に停止解除となった。二大女、男爵エレノアはアランデル伯爵家に嫁いだため、マルトレーバース男爵位は伯爵家に流出することとなる。その子ジョンは母の死去に伴って男爵位を継承。 さらに1415年には父よりアランデル伯爵を相続した。伯爵家は後に試験剥奪を受けることとなるが、第21代アランデル伯爵の第2尺位を回復するとともに、1627年制定の議会法によって、マルトレーバース団爵位はアランデル伯爵くらいと、高級的に不可分一体であると定められたため、 現在に至るまで伯爵くらい引いては、ノーフォーク公爵の従属爵位として、公爵家によって継承され続けている。以降の歴代男爵は、アランデル伯爵及び、ノーフォーク公爵を参照。エドワード2世敗位の後は、王妃イザベラとその愛人ロジャー・モーティマーの区別のもと、エドワード3世が即位した。モーティマーは、戦後を極め、敵対するケント伯を、 公開裁判を経て処刑した。初代男爵は、その処刑に強く疑問を抱いていたという。この際に、1627年創設の、フィッツクラン・オズワルデスタ男爵に関しても、同様の趣旨の決定がなされている。ありがとうございます。